の、ホークちゃん。プレイの一環だと思えばなかなか快適だぞ。プレイ？朝食は？団長のまずい飯なんか食えるかってな。けっ！だったら自分で作れってんだ。そうな、俺もそういうところがあるとしか聞いたことね。死者の都っていうぐらいだから幽霊が出るんじゃね。もう大丈夫、賊はやっつけたわ。一口舐めれば、一口舐めればちまった。この森が人間を助けるはず。知るかっての魔力。あっ、なんじゃこりゃ。おい、離せってか。わかったって、よくもそんな嘘を。いや、マジで。あなた、一体何者？見りゃわかんだろ、族だ。こんな寂れた集落のどこが都なんだ。マジで団長が店長やってるよ。働く団長も、すって。待て待て、さあ仕事だ、じゃんじゃん働こう。私にもお仕事させてください。そうだバン、食料庫は店の裏にある。あれ、あいつ逃げ、いっぱいサービスしちゃうぞ。しかしまあ見事な荒れ具合だな。メリオダス様、ん？キング様ってどんな方なんですか？少し変わってるみたいですけど、とても心の優しい方なんですね。ま、なんだかんだいいコンビだったんじゃねえの。あー、妹をどうする気だ。おいてめえ、兄貴なら。お兄ちゃん、この人は私を解放してくれたの。一つ教えてやる、本当の罪ってのは。君はオイラに何か一言ないの？誰？お前。重要なのは君が強欲の罪、フォックスシンの番だということさ。オイラのことは思い出せなくても自分の罪は覚えているだろう。おい、ガキども。邪魔。行こう、エレン。でも飛び回る蜂、バンブルビー。意味がわかんねえな。何って、あの誰だかわからねえチビに喧嘩ふっかけられたんだよ。キング、僕たちキングを探してたんだ。また会えて嬉しい。ほらよ、食え。代わりに死者の都とやらの場所を教えろ。さっきの子も何度か聞いてきたんだ。死者の都にどうしても行きたいんだ。つまりはこういうことか。違うと思い、隣のおじいちゃんがよく言ってました。ごめんなさい、それくらい。さてさてさて、俺たちも行ってみりゃわかるだろ。また会えて嬉しいよ。にへー、ディアンヌってば相変わらず可愛いな。二人とも、あんな悪党に騙されちゃダメだ。私、物心つく前に亡くなってしまった母に会ってみたいです。ろくでもねえ人生も長く生きられりゃ、いつかはいいことあるかもな。あの中の誰かの思いがここへの道を。ひょっとして私の母に会いたいという思いが。逃がさないよ。逃がさねえぞ。メリオダス様、なんか来たな。こんなとこにいてもしょうがねえ。とんとこあの二人を探しに行こうぜ。そうです。あっさ、てめえマジでキングなの？よなくぶん殴る。てめえなぜあの女のことを知ってる？君が殺した聖女エレインはオイラの妹だ。君って興味ないことは全く覚えてないんだっけ？霊装者スティフォル第三形態ポシライゼ。バンが奪いに来たのが命の泉じゃなくて私だったら。どうも俺は人間と気が合わなくてよ。それにお前、俺の話をマジで聞いてくれるもん。何百年か前に出て行った兄貴がいるって。そうすりゃお前は晴れて自由の身だ。なんだありゃ。魔人族よ、大丈夫、とっさに。よし、お前はそれを持ってさっさと逃げろ。な、一発だ。最後に懺悔の一言があるのなら聞いてあげるよ。さよなら、バン。今、死んできたって言った。言ったな。つか、この姉ちゃんやっべんじゃねえんけ。だ、とんのごとく。とんのごとく。どうか、二人とも。野生だけの勘だがな。いえ、私も感じました。わ、メリオダス様。なんでまだこんなところに。もっと遠くに逃げろ。マジですか。大地と密接な関係にある
巨人族特だったらこれはサンドワール。私など素手で十分倒せると。忍者見せて。面白い。つまり相手の魔力が強大であればある凄まじい威力と。ならせめて死者の都で死ぬことも安らぎを得ることもなく。いや、パンにはもう何もできるはずが。いや、エレイン。まさか。バン、どうしたの？その傷は。それぞれの強い思いが通じ合って初めて互いに姿。この感じ、聖騎士か。待ってバン。バン、妹からこれ以上何を。ありがとう。勝負しようぜ。どっちが先に三つになるか。私のレーピアから手を離してください。人聞き悪いな姉ちゃん。もっとふさわしいものを差し上げます。だと引き死に勝る不死身ぶりです。その通り。不死身の俺に勝つことはできねえよ。二人ともおしゃべりは後で。もうダメだ、これ以上走れねえ。バン様も一緒では。きっとバン様のことも狙うはずです。早く知らせないと。君戦えるの？私いつもメリオダス様やディアンヌに助けられてて。やった、抜けました。お前は少し休んでろ。んじゃ、二人で。あ、七つの大罪を倒したい王国側とバンを倒したいオイラとで一瞬目的が一致しただけ。おい、なんかすごいことになってるぜ。急ぎましょう。あなたの魔力はその特性を全て引き出す。ディザスター。頼んだぞキング。負けたらぶっ殺すわ。この速度、この威力、他の7つの大罪と。私は知っている。あなたが誰より優しいこと。ブリリアントデトネーション。おいおい、インクリース。でも人が何より恐れた妖精よ、ハーレクイン。近距離では。ギーラの気配が。私も、なんですこれ、気持ち悪い。よし、じゃあ気持ちよくす。お前ら、なんでここに。まさか、もともとこっちの世界の住人。ありがとう、兄さん、バーンを守ってくれて。エレイン。目覚めよ、目覚めよ、我が弟子よ。はい、団長、ご飯ができましたよ。あー無理だったの。そういえば、聞いてなかった。この子は団長とどんな関係なの？おお、服が変わった。そこじゃ。王女様とは知らず、死者の都での非礼、お許しください。にしても、キング様ってとっても強いんです。なくしちゃった。売っちゃった。取られちゃった。ありえない。面白い。地祭りにあげてやる。じゃあ、とっとと終わらせるか。我ら二大聖騎士長イオネスを聖戦の勝利に導かんこと。ご苦労だったな、ハウザー。いい加減わからないんですか。せめて相手くらい。まさか聖戦の相手が七つの大罪だって言うんじゃないだろうな。強大な勢力を誇ったダナフォール王国を知っているだ。新世代ってやつも続々誕生してるじゃないですか。ポジティブすぎるんだよお前は。世代？なんだそりゃ。聖騎士になれない見習いの中に七つの大罪結成時にリオネス国王から賜った神器を。まあそう鼻息荒げるなよキングちゃん。こいつら素手でも結構いけるぜ。ゲーだろ神器って。なるほどって。お前らなんで手放した。国王や他の王女がどうしているか知りませんか。いやごめん、残念だけど。イガーリ作戦成功。第二王女のベロニカ姉様はおてんばで。お前の姉さんも親父さんもみんな助け出す。そのためにも旅してるんだぜ。くそ、
様、なぜここに。あなたに答える義理は。ようこそ、新しき力を渇望する勇士たち。本当にあるのか。この間の客が誰にも扱えないような大きなハンマーが運び込まれたって言ってただ。確かめたらすぐ戻ってくるって。やだ、つまんない。あったかった、腕のいい形の剣だ。王家の墓に眠っていた岩月の品だよ。大きなハンマー、ここにあるって聞いたんだけど。それなら簡単。武器の使用は一切不可。おい、出場するぞ。オイラはやだよ。これはガキの祭りじゃねえんだ。何しろ毎年仕事に邪魔され続けて。いやー、やっと念願の初参加だぜ。さて、じゃあディアンヌの神器を取り戻すとするか。